しかった。たくさん泳いだね。ダイビングももちろん大好きだけど、普通に海水浴っていうのもやっぱりテンション上がるよね。君も泳ぎが上手くてびっくりしちゃった。あんなに泳げるなら今度は私と一緒に遠泳してみない？最高のトレーニングだよ。さすがにそれは無理？残念。まあもし気が向いたら誘ってよ。私はいつでもウェルカムだからさ。それにしてもたくさん泳いだらお腹空いちゃったね。そろそろお昼にしようか。君は何か食べたいものとかある？何でも言って。お魚ね。了解。沼津の新鮮なお魚をお刺身で食べられるお店を知ってるから、そこにしようか。お腹ペコペコだから美味しいお魚がさらに美味しく感じると思うよ。そうと決まれば早速行こう。